て僕らは出会った話の葉とかくれんぼ始まりは小さな嘘くだらない一日だった。くだらなくない日ってあったっけ？ないですね。まあ人生は歩き回る影帽子、哀れな役者だって言うもんね。それどういう意味？よくわかんない。人生って虚しいよねって意味じゃない？私が家で何のために生きてるのかわからんって叫んでる時に弟がよく言うの。全然慰めてないよねそれ。頭のいい弟さんですね。そうそう。って、はっ！ケンちゃん！この場合は親関係ないと思うけど。あるよ、パパとママが悲しむぞ。花子、その子、弟のケンちゃん可愛いでしょ。超頭いい子なんだ。僕も頭のいい姉が欲しかったな。はじめまして。はじめまして。はじめまして。何？かすみさんとオリビアさんって実在していたんだね。どういうこと？イマジナリーフレンドかと思ってた、お姉ちゃんの。ちょっと、ひどくない？ちゃんと存在してます。いつもお姉さんにはお世話になってます。ほらね。よし、じゃあ一緒に帰ろう。ええ？なーに、別にいいでしょ、どうせ同じ家に帰るんだし。いや、でも…ちょっと本屋で買いたい本があるから。そんなの前田に買いに行かせりゃいいじゃん。いつも勉強ばっかしてさ、たまには外で遊んだりしなよ。お姉ちゃんも勉強ばっかしてるじゃん。テスト一週間前はね。そうだ、近くに公園があったんだ。あそこで遊んでから帰ろうよ。公園なんかあったっけ？うれ、遊んでないと何もわかんないじゃん。あんまり人いない。なんか公園って久しぶりですね。え、小学生の頃はよく遊んでたのに。まあいつまで経っても野生児みたいのもいるけどね。ケンちゃん、おいでよ。姉が帰るって言うまでここで本読んで待ってよ。僕なんでここにいるんだろう。玉ですか？うん、砂場で遊んでたら見つけた。あ、机に穴開いてる。これ使っちゃおう。へい、曲がれ。あー、失敗しちゃった。ケンちゃん、こういうの得意？ケンちゃん、いや、やったことないので。じゃあもう一回ビー玉並べるから、ケンちゃんもやってみてよ。よし、ケンちゃんのお手並み拝見だ。何やってるの？すごい！ケンちゃんさすが！どうやって？どうって、ビー玉に横回転をかけてやれば軌道は曲がるし、ベクトルの角度と大きさを計算すれば弾かれた球の進むルートは割り出せるから。あとは最初にかける前回転の強さでフォローの長さを調整すれば。そうか、あ、なるほど。かすみさん、今の分かった？え、全然。全然分かんないけど、すごいね。いや、別に。かすみもやってみなよ。え、いいんですか？じゃあ。うわー
回目やろうよ。じゃあ花子さんやってみてくださいよ。いいの。遊ぶのってそんなに悪くないね。今私服の時間を過ごしてると思ってるでしょ。私服とまでは思ってないよ。でもちょっとだけお姉ちゃんがいてよかったって思わなくもないかな。言わないけど。よーし見てね、次は私。ねえ、50メートル走何秒？9秒ちょっと。5秒台で走りな、駅まで。ああ、やっぱりこの人は最後の最後で全てを台無しにしてくれるんだな。逃げるよ！遊ばせ。